岐阜県各務原市鵜沼にあります歯科医院宮古クリニックの鎌田院長にお話を伺います。院長、よろしくお願いいたします。インプラントだと顎の骨ってことですか？顎の骨をちょっと分厚くして、骨芯になるものを植えて、そうです、歯を作る。はい、そういうことですね。足りなければ作っちゃうんですね。ってことはその腰骨から取らなくていいから、とりあえず2箇所だった手術はお口のところの手術だけで済むってことですね。そういうことです。じゃあ患者さんの負担は減る。ものすごく減りましたね。わざわざ京都まで行って、全身麻酔で手術した後はしばらく車椅子皆さん乗ってたし、そうですね、腰骨だったら、1週間ぐらい入院1週間ぐらいですけど、やっぱりここに傷も残るし、はい、寒くなったらちょっと痛いななんていうことも、ね、あったんですけど、今全くそれないんで。じゃあそのやってた時は兄弟とかに患者さんを送ってたけど、今はもう宮古クリニックさんでやる。全部私一人でやっちゃいますね。じゃあじゃあ骨作りました。次今度植えますよね。植えます。じゃあその植えるものっていうんですか、この材料、材料はなんかこう決まったとか基準とかあるんですかね？インプラントはもう同じですから、はい、植えるものは同じですね、ただ骨の量によって、本人が持ってる骨の量によって、例えば5ミリだったら5ミリしかなければ、そこの上に骨を作る手術と一緒にインプラントを同時に植えて、骨を作る手術とインプラントを同時にやるんですね。ということもできる。固定できれば、要するに壁が少し厚みがあって、クイックイックって入れたものが、さっき言ったように、なんとか持つようだったら、グラグラしない程度であれば一緒にやることもあるんです。ただペランペランで1ミリとかね、0.5 ミリとかも全然ないような人は、それやろうとするとコロンと落ちちゃうんで、先に骨だけ作って十分待ってご自分の骨になってから。じゃあそれは2パターンあるってことですね。そういうことです。それはレントゲンでわかるんですよね。だからCT っていうのがあるんで。CT で。CT ですね。コンピュータートモグラフィー。レントゲンは2次元ですけど、CT はあらゆる方向に。ここね、輪切りするやつですよね。そうです。もう全部の方に輪切りして、あと説明しやすいようにその輪切りして、私たちはその輪切りの写真だけ見て手術するんですけど、患者さんは輪切り見ても分かれへんので、分かるはずがないですね。それを今簡単に3次元の画像に置き換える。要するに写真 CT 撮れば、それがそのまま骸骨になるんです。すごい骸骨になる。でそこでシミュレーション上で、私がその CT の中で自分で神経をかけ出して、どこに入ってるかってこう穴があるか分かるんで、自分でお絵描きして、でまたシミュレーション上でそこにインプラント入れたり骨を作ったりもするんです。それをお見せするんですね。分かりやすく。難しいことほどね、簡単に分かりやすくしていかないと、噛み砕かないと伝わらないんで、再生医療本当にね、一番難易度が高いですから。じゃあすごく技術がいるっていうことですね。技術はいりますね。じゃあインプラントを受けたいと思ったら、やっぱり技術力っていうのはすごく大事なことなんですね。当たり前ですよね。自分の体にメスを入れるんですから、もう本当にきっちり選ばないと、当たり前すぎるぐらい当たり前で、私は自分だったらもう完全に納得して、完全に技術も人間性も信頼を受けなければ、自分の体をやっぱ任せません。当たり前だと思いますね。そこが一番のポイントじゃないですか。そうですよね。やっぱり自分の体を触ってもらうのは、やっぱり信頼がないと。で、よく聞くのは、歯ぐらいみたいな言い方する時あるじゃないですか。内臓がね、悪いと、ご飯が食べれなくなったりとかってなるけど、歯もそうですけど、でも虫歯ちょっと治してもらおう、誰でもいいやっていう感覚って、もしかしたらあるかもしれないけど、そうじゃないですよね。違います。やっぱり小さなところ、虫歯にしても何にしても、やっぱ信頼関係でそれを結びながらやっていくっていうのは大事なことですよね。私は医療で一番大事だと思いますけど、それ以上大事なことはないと思ってますけど。